あの、千代ちゃん。え？私って臭かったりしないかな？え？気の臭いっちゃ気の臭いけど。そうじゃなくて、昨日テレビで大衆のことやってて、そういうの自分じゃわかんないから、千代ちゃんが確かめてくれない？え？いやいやいや、大丈夫だって。いいからお願い。じゃあどう？あ、匂ってないよ。あ、よかった。私不安でもう眠れなくて。まあ人間も動物なんだしさ、気にしすぎじゃない？そっか。そういえばさ、じゃあ千代ちゃんのも嗅がせて。いやだよ、なんかそうくると思ったんだよ。参考までに。いやだ、恥ずかしいじゃん。私だって同じだし。モナナが勝手に言っちゃったんでしょ。大丈夫、確認だから。いやだやだ、なんか不安になってきた。ちょっと何この技。これで動けまい。やめてなに今の強烈な獣臭。鼻あれよね。さっきからなんか変だよ。マナナは大丈夫だから、臭くないから。違うんだよ、あなたなのよ。ジビエ、ジビエの今まで、そしてこれからのことを考えると、あ、くっせー。それでも私はジビエが好きなの。ジビエって獣の肉のことだよね。ん？どういうこと？臭い肉食べると匂いが移ると思ってるの？バカなのかな、こいつ。私、決めた。ずっとジビエといる。ん？漁師になって暮らすってこと？ずっと、そばにいるから。一緒に世界に迷惑を、かけ続けよう。うん、臭くないよ。え？何これ？はあ？ユキさん、気を使わなくていいよ、正直に。本当？だって私嘘つけないもん。じゃあ私に嗅がせて。本当だ、臭くない。臭くねえわ。でも確かにさっき強烈な獣臭が。そういえばなんかさっきからなんだこれ、鼻ちぎれてないよね。なんでここだけ。そういえば家出るときに。わあ、ひょし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 ょ、今日も元気だね。やめろって、そこくすぐった。チョップの唾液だ。ワンちゃんのお口ってそんなに臭いの？全部犬のせいで、千代ちゃんが匂ってなかったのか。